はい、1月13日朝6時36分の相場解説です。これはねドル円の4時間足なんですけども、私が考えていたのはこういうふうにぐーっとね、イランとアメリカの関係が、まあ、緊張がね、一旦落ち着いてこういうふうに上昇したよっていうことをね申し上げた後、調整が入るんだよってことを申し上げましたよね。調整が入ってで、私の考えでは N の字を書くようにしてこういうふうにね上の方に向かうんではないかなというふうに考えています。まあだから自然ここがダブルボトムになるような形にはなったんですけども、こっからね大きな勢いをつけて上昇するのかなっていう4時間を見ています。ちょっと1時間の方行ってみますけども、1時間の方でさらにね前回解説してたと思います。これがだからあれですよね、イランの問題ですね。こういうふうにぐーっと落ちてさらに売りに行くかと思ったら、まあ報復はしないよってトランプさんがね言ってくださったんで、こちらの方に上昇の方に向かっていったよってことですね。でここで調整入って上がる、調整入って上がると、でこの辺に来るとこのロウソク足の一本一本の長さが短くなってきてますよね。これほんとちっちゃいんですよ。要するに動きがなくなってきて、ブレイクの直前だということなんですよ。でブレイクの直前に何が起きるかっていうと、調整して、これね買いでずっと上がってますから、調整して売りの勢いがちょっと強くなるところがあるんですよ。っていうのが買いの方がね利確をどんどん始めますんで、こういう風な形になってるんですよ。で利確がどんどん買いの人が起きてくると、今度売りの勢力の方が多くなってきますんで、売りの勢力がここで整理されるということで調整が終わるんですよね。まあ調整がどこで終わるのか分かんないですよ。この辺まで行くのか分かんないし、この辺まで行くのか分かんないですけども、私の場合は、まあ今日明日でですね、買いで入って大きな N 波動を取っていこうかなっていうところでございますね。またどう考えるかです、皆さんが。こういうふうに上がってきて、まあ多少のね、調整が入った後、N の字を書くようにこうやって上がると。いうことなのかなと思いますけどもね。今日の相場も楽しみです。では、しっかり稼いでいきましょう。